皆さんこんにちは、仙台ガールズプロレスリングの橋本千尋です。今日は久々にこちらの動画を撮りたいと思います。ゲーム！優勝予想を改めてしたいなと思います。今日はこちらの豪華ゲストをお呼びしております。仙台ガールズプロレスリング襲撃の美戦士、元美戦女岩田美香さんです。お願いします。はい、もう一人豪華ゲストを呼んでおります。仙台ガールズプロレスリング難攻不落のスピードスター、ダッシュちさ子選手です。持ってきました。家から持ってきました、ね。だいぶ3月にここで同じような予想をしたのを覚えてますかね。はい、覚えてます。ということで、その時は、ね、まさかこんな状況になるとも思ってなかったんですけど、こんな状況になってしまったということで、改めてですね、ジャジャーマトーナメントのおさらいしていきたいなと思います、はい。皆さんもジャジャーマトーナメントどうなっちゃうのみたいな感じですし、ちょっと忘れちゃった部分もあると思うので、うん、ジャジャーマトーナメントは若手12名の参加で、はい、デビュー3年未満の選手しか出場できないトーナメントとなっております。第1回目の優勝が今も活躍されております、戦場のタッグチャンピオンですね。そして第2回目の優勝が仙台幸子選手ということで、今回が第3回目なんですよね。11年ぶりの開催となりました。
1回戦はもう終わってるんですよ、実は。終わったんですけど、勝ち上がったのが進藤美琴選手、星月選手、そしてですね、駿河選手も勝ち上がったんですけど、あの危険ですね、団体の都合により。この前、敗者復活戦が新木場大会で行われました。そうですね、負けた6人で戦ったんですけど、そこで戦場の岡ゆりかが勝ち上がって、はい、ここの2回戦に出場できることになりました、うん、そしてこちらが、クレア選手、梅崎選手、そしてまなみですね、はいはい、今残ってるメンバーがこのメンバー6人となっております、はい、どうですかね、敗者復活で岡がね、勝ち上がってきてくれたのがすごく、はい、嬉しいですね。戦場のメンバーがね、はい、確かに勝ち上がってくれたんで、こっからね、優勝につながったらすごく、そうです、サンドイッチマンさんみたいな使いますよね敗者復活から優勝にするっていうのは、ね、なんか感動的な、そうしてほしいですけどね、この5ヶ月間で本当にたくさん練習もしてましたし、多分みんなの実力もすごい変わってきてるんじゃないかなと思うので、うん、改めて自分たちで優勝予想していきたいなと思います。前回予想した時が岩手選手が誰でしたっけ、進藤美琴選手、はい、で自分が駿河選手で、久保さんがクレア選手、はい、ということだったんですけど、みんな勝ち上がってんじゃん、みんな勝ち上がってますよね、はい、まあ、自分の、押してた選手は押してたというか優勝予想してた選手は危険になってしまったんで、自分も改めてもう一回優勝予想したいなと思います。どうですか皆さん、この1回戦見てなんか優勝予想変わったりしました？梅崎選手タックベルト取りましたよね、ディアナさん、すごい成長だなと、ね、すごいですね、うん、確かにそれすごい気になりますね、2回戦どういう結果になるかっていう、気になる、ディアナ強いよ、いやなんかやっぱりなんすかね、あのオーラというか、ね、年結構下ですよね年齢もそんな上じゃないけど、そうですよね、10代だもんね、ですよね、なんかこうドンと構えたしっかりしてる、ね、目が引っ張ってってるというか、はい、すごいいいよね、それ目引かれますよね、すごく、はい、でも岡がさ、勝ち上がってきたからそこはやっぱりね、まあ負けてほしくないですね、でもやっぱマナミもシングルベルト持ってるので、うん、もうそこはこう王者としての強さをこうバシッと、そこはね、強くて当たり前なんで、そうですね、これは勝って当たり前っていうプレッシャーを乗り越えてほしい、そうですね、うん、星月選手も動きがすごい、いやすごい、本当に素晴らしい、面白いな、面白いですよね、動画がまた上がってきましたよね、また難しいですよね、優勝予想っていうのが、こことここ戦ったら面白いなみたいなカードをこう予想しちゃいますね、うん、はい、ということでですね、皆さんもう一回自分たち予想したいと思います。私はもう変わらずフェア J のクレア選手、はい、で予想いきたいと思います、はい、岩田さんは、いやそうですね、なんかこう今の状況とかでも自分の気持ちとか、うん、っていうのでちょっと難しいんですけど、うんうん、でも梅崎選手あたりは面白いんじゃないですか、変えるの予想、いやそこなんですよ、そこなんですよ、自分の、いや、でも私は、うん、進藤美琴選手で揺らいだまた美琴選手でいいんですか、押し押しで、はい、ブレブレやん、ブレません、ブレてる、ブレてる、ブレません、もう優勝予想、もう進藤美琴選手、はい、はい、私はそうですね、駿河選手が危険、まあ、このまま上がってたらね優勝してたんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、危険ということで、まあ、自分の予想は、梅崎選手、お誰も戦場がいないっていうね予想が、そうなんですよね、そのいいの、はいこれでも真剣ですからね、あ、なるほど、かかってますからね、いろいろと、予想が当たった選手には私から、お米30キロ出したいと思います。本当ですか、マジで言いましたよ、新米を、の濃姫米を自腹で買いたいと思います。やったー、これもちさ子さんと自分がもし当てれば、そうだよ、もらえるってことですか、もちろんもちろん、じゃあ千尋さんがわざわざ買っていただけるんですか、はい、あ、でも自分が当たったら2人が自分に1個ずつ、1個ずつ、なんで60キロ、なんでよ、
なんでおかしいやんそれは。もうすぐね新米も出来上がりますから、ね、いや楽しみ楽しみそうですね、はい、楽しみやけど、ね、優勝予想のプレゼントは、はい、あ自分たちですけどね皆さんには皆さんにはですよ、こちらのハッシュタグじゃじゃ馬予想っていうのをつけてツイートしてもらいたいんですよね。これをつけてツイートじゃじゃ馬2020じゃじゃ馬予想優勝予想は誰々ですと書いてもらえれば、その中から抽選で1名の方に、おなんと、お、今回出場した全選手のサイン色紙こちらですね、用意しました。すげえ、どん、おお、これは豪華。こちらを1名の方にプレゼントしたいと思います。おお、1名様ですからね。めちゃくちゃレアじゃないですかこれ。ジャジャーマトーナメント出てる中からスーパースターたくさん生まれてますからね。おお、確かに、はい、ことで皆さんジャジャーマ予想してください。よろしくお願いします。この期間は試合の前日までにしたいと思います。9月20日午後9時、21時締め切りで、それ以降のじゃじゃ馬予想のこのハッシュタグは受け付けませんということですね。もう一つこちらのね T シャツがあるんですよ。これ本当に少ない枚数しかやってなくて会場限定だったんですけど、今は売ってるんですよね。つくつくでも販売してるんですけど、残り本当わずかなので、これ手に入れてほしいなと思います。トーナメントの間だけですか。はい、トーナメントの間しか、これもう本当に30枚ぐらいしか作ってないので、うん、ぜひこの T シャツを手に入れて、まあね、いずれは全員のサインを入れてもらったりも、そうですね、いいんじゃないですかね。価値のある T シャツにしてほしいなと思います。今からちょっと突撃インタビューしたいと思います。あ、突撃、そう、深井ゆりかです。自分は敗者復活に勝ち上がって2回戦で星月選手と対戦したかったので、自分は敗者復活できてよかったです。で、敗者復活して2回戦勝って自分は優勝します。でも1回戦さ、梅崎選手も負けちゃったじゃん。はい、どう、また決勝で当たりたいとか。梅崎選手とは決勝で当たって自分が勝って優勝したいです。大丈夫、まなみじゃあここで負けることになるけど、はい、大丈夫、それはいいんだ、はい、分かってます。まあそうだね、自分が優勝できれば、うん、はい、はい、うん、はい、はい、じゃあ優勝したら何したいですか。まなみ選手が持ってるジュニアベルトに挑戦したいです。おお、いいね。もうすぐねデビューして1年経ちますよね、はい、どうですか1年間。まだ勝利したのが1回しかないので。前回初勝利、もしかして。はい、おお、そっか、すごいじゃん。じゃあでもシングルでの初勝利はまだか。あ、はい、まだです。そうだよね、はい、じゃあ、ジャジャンマトーナメントで勝利して、はいはい、優勝してください。はい、頑張ります。今回はね、眉毛生えてるかな。はい、前回は眉毛がなくて怒られたんですけど、眉毛生えてました。ちゃんとそうだね、そこは成長した。成長だね、はい、結構生えてるじゃん。ちゃんと生えてるね、ガッツリ。かわいい、そっちの方がかわいいよ、うん、気づいた、ちゃんとこっちの方がいいな。まだあんまり気づけてない気づけよ早く。え、試合までにここまたあれ、スキンヘッドですね。スキンヘッド、はい、ここスキンヘッドに、今度あのソルとかじゃなくてスキンヘッドにするんだよ。何ミリだっけ。3ミリで。3ミリ、いつも3ミリなんですよ、はいはい、いや、1にしよう、1、はい、気合い入れて、はい、気合い入れて1番になるのは1、はい、で1ミリね、はい、おー、大ちゃん、そこの、いいね、いいね、そこも注目してください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。うちのね、次はジュニアのチャンピオンです。はい、やったね。何言うかな、最近なんですかね、頬が炸裂してますよ、試合で。マジかですからね、なんかもう。まなみです。よいしょ、ジャジャーです。ジャジャーです。はい、ジャジャーマトーナメント、だいぶ期間空いちゃったんですけど、はい、今度9月21日、宮城の文化センターで再開されるということなんですけど、どうですか。いや、なんか、ジャジャーマトーナメントをやって、まあ、期間がちょっと長引いちゃったんですけど、うん、でも、優勝するっていうのは変わらず、なんか、思いが強いので、うん、絶対優勝します。おお、いいね。もうね、ここ強敵ぞろいですよ、ここ。はい、対策とか考えてるんですか。秘策はあります。やっぱの波に乗って勝ちます。おお、それで
花見もあれですよね、もうベルト3年デビューして3年が経ったんですよ、うん、そうですね、でもまあコロナ禍もあって、ベルトの期間が、うん、保持する期間が伸びたんですけど、そこについて何かありますか。やっぱりなんかベルトを保持、なんていうんですかね、まあ、最終的には自分は防衛して終わりたいなって思っているので。ああ、はい、そうですね、うん、じゃあこのトーナメントで優勝して、はい、誰かと戦って、はい、防衛して、はい、返還するってこと。そうですね、かっこいいな、はい、掘っちゃえばベルトに名前掘っちゃいますか、うん、はい、こうってこう嫌じゃん、怒られるよ、そうほらこう嫌じゃん、ちっちゃく、ちっちゃく、ちっちゃくちっちゃく掘ったらあかんよ、怒られるからね、絶対あかんよ、いいんじゃない、はい、バレなきゃいいよ、バレなきゃよくないから、それよくないからじゃあ最後に一言お願いします、はい、ジャジャウマトーナメント絶対優勝するんで、皆さん見に来てください。フォー、ありがとうございます、頑張って、ありがとうございました、ありがとうございました。やっぱなんか勢いが違ったね、いやね、こう違うよね、うん、最近こうすごいんですよね、ゆりかはまだまだなんか殻を破けてない感じがしますからね。そうですね、そのちょっと見えますね、うん、21日が2回戦で、星月芽衣選手対岡ゆりか、そして、クレア選手対梅崎選手ということで、この2回戦が21日に行われます。熱いよこれは。そして22日が2回戦、みこと対2回戦で勝った相手、うんうんうん、そしてまなみ対2回戦で勝った相手が準決勝ですね。おお、それで最終的にこの日のメインイベントが決勝戦となります。おお、メイン日の、そうですよ、もうメインイベントですからね。すごいですね、これはすごいですよ、すごい、熱いね、熱い戦いが待ってます。まあでもその他にも自分とちさ子さんも出場しますので、うん、ぜひね、ぜひ生で見に来てほしいと思います。この日チケットにちょっと21、22本当は完売だったんですけど、ちょっとキャンセルが出てしまって、はい、若干チケットが余ってます。お、仙台ガールズのホームページ、まあ、メール受付もしてますので、ぜひとも、買って来てください。 T シャツもね、買って来て応援に来てください。はい、お待ちしております。はい、そしてこの日どうしても会場に来れないという、まあそうですよね、東京とか大阪とかなかなか来れないので、仙台にはまだ今この時期なので、そういう方にはなんと今回初めてですね、自分たちオンラインで、有料生配信ということで、はい、詳細はこちら、ディンディンあと、毎月仙台大会は YouTube で配信してたんですけど、今回はなしです。 YouTube 配信はなしで、こちらの有料配信のみとなっております、はい、でこちらの有料配信も、その時だけじゃなくてアーカイブで21日の、はい、月曜日、2回戦ですね。この日はアーカイブ視聴は9月24日木曜日の23時59分、まず24時まで、24時になった時点で見れなくなります。で22日の準決勝決勝は、次の日9月25日金曜日の同じ23時59分までアーカイブの視聴が可能です。投げ銭機能っていうのがありまして、まあ、いろんな投げ銭があると思うんですけど、今回はアイコン、値段というか種類がすっごい多く準備しているので、それもちょっと皆さん楽しみの一つになるかなと思います。じゃあその有料生配信でしか楽しめないコンテンツっていうのもあるってことですよね、はい、チケットは例えば試合が終わった後に購入してもアーカイブで見ることが可能なので、はいはい、事前に買っていただいても試合が終わって、はい、終わった後でも試合は見れます、何回でも見れます、はい、で今回カメラマンも2人その、はい、そのために2人カメラマンが来て、すごい多分見やすいと思うんですよ、うん、いつもの YouTube のような全体だけのやつじゃなくてリングサイドからも撮るので、すごい臨場感のある映像になるんじゃないかなと思います、チケット1枚
2500円なのでぜひともお買い求めください。簡単に買えるみたいなのでぜひ、見れないお客様はそちらから見てほしいなと思います。開幕戦の試合の様子は YouTube からご覧いただけます。URL 下に貼っておきますので1回戦を見てぜひ2回戦準決決勝と見ていただきたいなと思います。はい、ということでですね、今回もたくさん喋りましたが、やっぱたまにはこういう、ね、試合についての動画もいいんじゃないかなと思います、うんうん、これからもね、どん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 ね、どうですか、調子は。調子めちゃくちゃいいっすよ。お本当にもう早くリング戻りたいです。リング戻りたい。はい、頑張ってください。ありがとうございます。待ってる人はみんないっぱいいるから。いっぱいいると思う。いやもう早くこう、もうね、なんかあれだよね、消毒作業がすごい、ね、いやすごい、皆さんにお褒めの言葉をいただいて、なんかすっごいいい顔しながら消毒作業って写真たけどマスクしてますけどね真剣ですから、真剣にね、はい、そういう姿も皆さん見てますからね。いやありがたいですよね、そういうところにも目を向けていただいて、うん、応援してくださるっていうことはもうすごい ありがたいです、自分にとって。はい、じゃあ今日は岩田選手に締めてもらいたいと思います。それでは最後お願いします。はい、皆さんこちら、ハッシュタグじゃじゃ馬予想つけてガンガンツイートしてください。そしてこちらのサインもお一人様しかないのでぜひゲットしてください。それではワンツーミカフォイ、やってくれよやってくれよ、それは絶対に。何これ何これ、新しい、何このなんか生まれたの、新しく、新しくもうこういうキャラでいこうか、締め、新しい締め、こういうキャラ、新しい締め、ワンツーミカホ、新しい締めが生まれました。せーの、ワンツーミカホーイ、イエーイ、ダセーダセーダセー